はい。IT 支援力アップミニ講座、中小企業支援アドバイザーの村上の方からお伝えしたいと思います。本日のテーマはセキュリティですね。まあ、セキュリティね、まあ、もちろんね、皆さん対策しなあかんというのは分かりつつも、えっと、どこまでやるんだっけというのはかなりね、悩ましいところだと思います。ですので、ちょっとセキュリティどうこうとね、まあ最低限これだけ必ずやっとこうというところをちょっと今日短くお話できたらなと思っております。 はい、えー、セキュリティの脅威は高まっているということで、ね、まあ、セキュリティといえば、ね、IPA、えー、情報処理推進機構さんの方で、本当に、ね、たくさんの資料が出ています。社内で、ね、こう研修してセキュリティを高めるような資料とかも置いてくれているので,です、ね、こ、まあ、この資料を、ね、よく見て、えー、学んでいただきたいかなと思っております。 きょはその中で、ですねまずですねセキュリティ重大脅威という資料をちょっと見ていきたいんですが、まあ、ここは、ね、個人と、えー、事業者組織編があって、ですね、まあ、あのもちろん事業者の話が中心なんですが、まあ、個人としていうところでいくと、本当にね、まあ、ずっと1位、まあ、去年も2位でしたけど、フィッシング。はい、でえ去年1位だったスマホの決済の不正利用ということで。 まあやっぱね、こうスマホで簡単にピッと情報を入れて、間違ったところに入れちゃって、騙されて、ID とパスワード盗まれて、お金盗まれるっていうことがすごく多いと思うんですよね。はい。ですので、まあ、フィッシングには気をつけましょうということになろうかと思います。まあ、こんなやつですね。なんかメールできて、ちょっとなんかあなたのアカウントがロックされるかもしれないから情報を更新してくださいねっていうの、なんかおかしいなと思って、よくわからずにピッと入れちゃうと、そのままこの情報が全部持っていかれて、 他で使われちゃうというのがフィッシングですね。これを防ぐにはっていうとですね、まあメールできた URL を信用しないとかですね、リンク先が本物が確かめるとか言うんですけど、まあ難しいですよね。特に最近スマホで見てることが多いですから何だろうと思っておっしゃって、そのままやっちゃったっていうことはすごくあると思いますしね。 はい、だからもちろん心構え、こういうのが騙される可能性があるよっていうのは教育を受けて、基本的には疑ってかかる、メールに書いてある URL とか全部疑ってかかるっていうのが原則ではあります。ただ、そういうソフト面の対策、ソフト面ってね、人間の心とかそういう教育で対応するっていう話の他に、やっぱこういう感じでね、迷惑メールですけど大丈夫ですかって、 通知してくれたら嬉しいですよね。なので、ハード面というかですね、ちゃんとメールソフトとか、まあこれ警告出てるのは Gmail の警告ですけども、警告がちゃんと上がってくるような仕組みを使ってるかっていうね、自分だけの注意だけだと防ぎきれないので、こういう仕組みでカバーできるかという、両面がね、やっぱセキュリティ、やっぱり必要になるんじゃないかなと思っております。 まあこういうのもね、ウイルスソフトを入れてたら、メールチェックもしてくれるとかですね、ウェブメーラーで呼んでたらちゃんとチェックしてくれるとか、あると思いますので、そういう仕組みになっているかどうかっていうのを、ぜひ確認いただきたいかなと思っております。そして、事業者向けにはやっぱ組織ですかね、ということで、本当にね、去年も1位、今年も1位ということで、ランサムウェアの被害対策っていうのがずっと言われているやつですね。ランサムウェア、いわゆる身代金型のやつですね。ある日急に お客さんデータが動かなくなったパソコンのデータが全部動かなくなったそうすると知らない人からねデータを暗号化したというような脅迫文が来て足がつかないように仮想通貨で身の代金払いよというのが来るわけですよね払ったところでデータは復元されないケースがほとんどですから基本的にはもうどうしようもないということになるわけですねランサムウェアまあもちろんいろんな基本的な対策があるわけですけどもやっぱ大事なデータはバックアップしとくっていうのがすごく大事ですよね でもバックアップしたバックアップデータが同じパソコンにあったら一緒に暗号化されたら終わりですからバックアップちゃんとデータ取って他に避けておくと今更ですけど CD ロムに焼いてい置いとけばもしかしたらそれは暗号化されずに済んだかもしれませんよねというところでいろいろ対策があるわけですよね。で2番目は標的型攻撃ということでまあここら辺ねまあランサムなり標的型なりて言いながらも結局 絡み合って攻撃してくるわけですね。ランサムウェアね、こう中に内部に侵入して攻撃してくるわけですけど、その際に当然ながら最初入るときに標的型でこう狙いをつけてですね、ターゲットを決めてから攻撃してくるということが最近は増えてますよね。はい、標的型ね。標的じゃなくてなんか英語でね、あなたのパスワードが盗まれましたとかなんかよくわかんないの来たらみんな怪しいと思いますもんね。 で日本語で来てもなんか知らんとこだなと思って怪しいと思うけど知ってるとこから来たらついつい安心してしてままいますよ、ねね、私がじゃあどなたか中小機構の方からメールが来て「村上さん登録してる口座番号え間違ってるみたいだから入れ直して」とか言われるが来て「おそうですかカチャカチャ」って売っちゃう可能性ってありますよね、はい。こんな風に狙いをつけてくるのが標的型になるわけですよね。 いろんな手段がある中で、まあ、大体こう合わせ技一本みたいな感じじゃないですけどコンボで来るっていうところはちょっと気にしとかなあかんところでしょうね。はい、でまあ標的型ですいやそんなのねうちの会社狙われるわけないやんっていう話ですけどそんなことはないっていうのもよくある,あるや,つやつですね、えー。被害者じゃなくてあなたが加害者あなたの会社が加害者にすらされるケースがよく多いですよと。例えばね、えー、有名取引先、えー、ね大きな誰もが知ってる会社さんがいたと。 でここを攻撃したい攻撃者さんがいるけどやっぱ大企業はそれなりにセキュリティ整ってるのでいきなりなんか侵入しようと思っても難しいなと。じゃあこの取引先で有名じゃないちっちゃな中小企業 A 社さんがいるとよしここはちょっとなんかちっちゃいしセキュリティザざるっぽいなと思ってここを攻撃して A 社の村上ですけどって言ってメールを送ったらああ B 社の人は A 社さんいつも送ってくれる会社だからと思って開いたらウイルスだったこんなことがよくあるわけですよね。 誰が悪いですかって言ったらまあ当たり前のようにね C さんが悪いんですけどもちろん A さんも悪いですねはい知らぬことだったとはいえ A 社さんが乗っ取られてやられてるわけですから当然 A 社さんも責任取らされるでしょうね C 社さんはね攻撃者で身元がわかんないままだったからもうその被害の責任は A 社さん取ってくださいよって言われる可能性もあるわけなので、まあ、標的型っていうのは有名だろうが有名じゃなかろうが来る可能性はあるというところですので ここはね、まあ注意しとかなあかんところでしょうね。で、じゃあじゃあ注意する、まあランサムでも標的でも注意してくださいって言われても、えっと、何注意するんでしたっけという話になるので、まあ基本はですね、やっぱこう、やることっていうのは対応者、まあ人によってやることっていうのはもちろん決まってて、特に中小企業だとね、社長なり経営者総さんがやることは、組織としてちゃんとセキュリティの体制作ってますかねと。 いうことだと思うんですね。体制。体制って何ちゃんとセキュリティ担当者は決めてますかねとかですね。その人から、じゃあ従業員さんに対して、 ちゃんとセキュリティ教育してますかねとかね情報が漏れた時に被害を受けた時にじゃあじゃあエスカレーションして伝えてもらって公表していくのかとかいうルールが決まってますかねとかいういわゆる火事の避難訓練みたいなことしてますかねっていうことだと思うんですね火事がなったらこうしましょうとすぐ全員逃げるのかっていうところとかどこに通報するのとか いあろいろあらかかかかじじめ決め決とかなあかんじゃな,いかなんゃです何かあった時にすぐ対応できないと燃え盛っちゃうわけですよねだからセキュリティも一緒で破られた瞬間にすぐ対処できたらもしかしたら被害は最小限かもしれませんけど一番辛いのが知らない間にこうずっとやられてて全部終わってから気づくとかねでもやられたことすら気づかないとかいうケースこれはいつでもやられたい放題ですから、まあ、そういった体制を 運用フローを含めて作っていくというのが社長経営者さんの役割になると思います。まあかといってね、我が社は小規模企業なのでセキュリティ担当者なんかいないよっていうケースもあるでしょうね。そしたら自分が担当者になってやるか、この部分はお金を払って外部の人に見てもらうかというところになると思うんですよね。ここらつらいですね。ある程度リテラシー情報リテラシー情報に詳しい社長さんは自分が小規模企業だったらセキュリティ担当者になってほしいですし。 全然わかんない。何言ってるかわかんないっていうことであれば、まあお金を払って監視してもらうような、えー、セキュリティを運用してもらうようなことも考えていく時代になってるんでしょうね。はい、そういうこともあって今年 IT 導入補助金で、まあ、セキュリティ対策枠もできておりますので、そういうところでちょっとね補助簿を使いながらセキュリティ充実させてほしいかなと思ってます。 で一方で、まあ、教育してね、フローを決めてというところで、従業員さんにやってほしいのは、もう本当にすいません、これだけですね、情報セキュリティ対策の基本、これを守ってくださいというところで、まあ、これはね、開くと見たことあるということが多いと思いますけど、やってほしいのはこれですよね、ソフトウェア新しくなってますかねと、セキュリティソフト使ってますかねと、パスワードがね、なんか短いのとか、共有で使ってませんかねと。 設定ネットワーク共有の設定が誰でも見れるようになってませんかねっていうところと今日やっぱさんにやってるような脅威手口を知るという最近こんな手口が多いから気をつけようねっていうことで従業員さんに教育するとかこんなところが必要になってくると思います。この基本項目さえ基本動作さえ徹底できてたら、まあ、そんなにセキュリティリスクは高まらないと思いますし一方で1個でもできてなかったらそれは破られる可能性は高いでしょうね。 業務ソフトのパスワード共通で使っているからね短めにして5桁ぐらいで付箋紙でパソコンの上に貼っていると、まあ、それはすぐ漏れますよねというところなのでまあここら辺をこんだけたったこんだけと言いながらこれを守るのが大変なわけですけどもねここら辺徹底していく必要があるんじゃないでしょうかというところですね。 もうちょっとだけ見ていくとねあの、例えば4番目はテレワークの攻撃ということでね、まあ、去年コロナで3位に上がって、今年も4位ということで、基本的にはね、先ほどの基本対策、セキュリティの基本対策を従業員に取っていただくっていうこともあるでしょうし、当然、それ以外の、ね、攻撃、じゃテレワークだったら特にどこに気をつけなあかんのというのが、やっぱりちゃんとね、IPA さんのこのセキュリティの解説書によく書いてありますので、また見ていただけたらと思いますが、 一応ここにちょっとまとめを載せております。セキュリティ守りましょうって大きく言うと分からなくなるので何でもそうですけどね分けるとわかるってやつですね。だから分類して考えるっていうのはすごく必要です。ソフトウェア的対策、ハードウェア的対策、あと管理体制、運用フローとか人間の問題、それぞれこれを気をつけてくださいねと。いえば ちょっと難しくなりますけどね、VPN ねのソフトの設定ミスとかですね。であとみんなが使うような Web 会議ソフトの、ね、設定ミスとか困難んんがあったりするわけですよね,ね。ウェブ会議サービスバージョンアップしてますかねしないままずっとそのまま使ってたらそれはちょっと脆弱性が残ってるんじゃないでしょうかねと。 いうソフトウウェェアア的な問問題題とあとあハードウェアの問題ですかねやっぱテレワークなのでパソコンが、うん、社員の方の私有端末とか自分のスマホでとかやってるとなかなかね社員さんの端末に勝手なソフトを入れるなよって強制する力はやっぱないと思うんですよね。 そうするとどうすんのっていうと、うん、やっぱ仕事で使うパソコンは会社から支給しないとまあ守れた時に従業員さんあなたが勝手に好きなソフト入れたからでしょうっていう権利もちょっとあるかどうかというようなところですもんね当然ね各自の端末が各自 SNS とか知らないウェブサイトにアクセスするのを制限することはちょっと難しいでしょうからそうすると業務端末業務スマホで勝手なところはアクセスしないというかもしくはさせない対策をしとくというのが必要でしょうね。 あとそれらねソフトもハードも含めた管理体制整えておいてくださいよとまあねこの12年はどうしてもコロナで急に、えー、もう仕方ない今日からテレワークねとかしばらく自宅からとか言って慌ててやったと思うので多少穴は,はあったと思うんですねでもさすがにもう2年経っていや急にやったからちょっと管理が行き届いてませんでしたって言い訳は通じないですよね改めてセキュリティポロシーを 整備して事故が起きたセキュリティ事故が起きた場合にはどういう連絡体制にするのかと定期的な訓練、まあ、社員教育ですねこれぐらいはちょっと最低限やっておいてほしいかなというふうに考えております。ということで最後に、まあ、セキュリティアクション、ね、最低限何してほしいかというところで今までもセキュリティの基本とか言ってきましたけど最低限やってほしいのは改めて。 まあこのセキュリティアクションをね、小規模企業者さんは最低限やっといていただくといいんじゃないかなと思います。これもね、IPA さんのセキュリティアクションのね、資料がありますのでね、詳しくは見ていただきたいんですが、 セキュリティアクション今年 IT まあ今年だけじゃないですか去年もそうですけどね IT 導入補助金とかを申請する際にはセキュリティアクションの1つ星か2つ星の宣言自己宣言が必須ですよということで補助金を申請するにもこういうセキュリティの対策を取ってるよっていう宣言することが必要になってきます、はい、ですのでまあまあ補助金もら,うもらわないに関かかわらずやってほしいですけど特に補助金申請される企業さんは必ず対策を取ってほしいんですね じゃあ何をするか、二つ段階がありますけど、一つ星。えー、一つ星に取るか、ちょっと進んでる気が二つ星にすると。で、これを、我が社は一つ星をやってますよっていうことをね、自己宣言するんですね。はい。でそうすると名刺にセキュリティアクションやってますよって書けたりすると。で、一つ星だった会社はね、何年か後には二つ星へステップアップしてほしいなっていう、これだけで、じゃあ一つ星何するかって言ったら、以下の、 5つの項目これもねセキュリティアクションもうちょっと細かく書いてますんで私がピックアップしてるとこですけども、えー、情報セキュリティのいかな効果上に我が社は取り組んでますよということを宣言してホームページとか名刺に書いてほしいんですよね。これ何かっていうと OS アップデートしてねソフトアップデートしてねウイルス対策ソフト入れてねパスワード、えー、共有設定共有の手口を知ろうということでこれ先ほどの情報セキュリティ対策の基本の内容と一緒ですよねほぼ一緒になってます。 セキュリティーアクションの一つ星っていうのは情報セキュリティ対策の基本の5つを各人が徹底するっていうのも当然として会社として我が社はやってますよということを宣言するというのが一つ星の取り組みですね宣言して守れなかったらどうなるんですかということで別にそれによる罰則があるかっていうとそんなことはないですよとやっぱ宣言するっていうからにはね企業として外部に対して内部に対して責任を果たさなあかんですよね。 まあそうするとこの5つをいつも意識してじゃあこの5つがちゃんと徹底で,できてるか、まあ、半年なのか1年に1回社員に教育しようか確認しようかとかいうことができるんじゃないでしょうかね。だから本当にこれだけで構わないので是非、えー、やっていただきたいですよね。なのでここら辺もねまさにまずは意識して言って伝えて教育してっていうところですしあとは仕組みでね例えば定期的にアップで定義ファイル更新自動更新とかにしといていただいた方が いいですよね、まあ、自動更新にしたら自分のタイミングじゃない時に勝手にやられて困っちゃったってこともあるかもしれませんけどそれはセキュリティ守る上ではね自動的にやっといた方がいいでしょうね。テレビ会議システムズームなりチームスなりとかでね見てる方もいるかもしれませんけどそういう方はね打ち合わせとかズームが終わるたびにツームスが終わるたびに必ず終了する時には最新版になってるか確認してから終了するというのを教育で徹底していただくとかですね。 なんかこう仕組み付けをルールの中に埋め込んでいただく方がいいんじゃないでしょうかね。パスワードもね、短いのを使ってたらすぐ漏れますよということでですね。どうしてもね、社内共通システムとかあると使い回しっていうのを避けられないこともあるかもしれません。でも今後は避けたいですね。アカウントを別にして A さんが使うアカウント B さんが使うアカウントそれぞれ違うパスワードにするっていうのはやっぱ企業としての責任なのかなという気がしますので。 最低限この5つをね徹底していただきたいなと思います。でやれる方はまあっていうか2つ星ぐらいやってほしい気もしますがやれる方は2つ星取ってほしいなということで5分でできる自己診断自社診断をやってその上でセキュリティ基本方針を定めてやんちゃんとやってますよというところですねだから診断と基本方針を定めるって2ステップ増えるのでちょっと面倒くさいですけどね。 例えばこういう2つ星の診断っていうのはね今この最初の5問だけ出してますけどこう問題が出てくるわけですね。パソコンやスマホなどの OS とか最新化してますか、えー、してます。いつもしてます。えー、パスワードを破られにくい長く複雑なものをしてますか、うん、してます。とかいうことで点数つけていってこれでざーっと問題があってでそうすると全25問ですかね。100点満点。満 だった方は100点満点だった方はもちろん問題ないですしちょっと49点以下の方はすいませんけどいつ情報量営が起きてもね不思議じゃないので改めて対策を考えましょうねというところですよね。でこういう診断経営診断と一緒ですよねまず診断をしてどこがまずいのかなということを診断結果から見て対策を打っていただくというところで対策を考えたら 情報セキュリティの基本方針をしっかり立ててですね宣言していくというところですねまあ多くの会社さんはね個人情報とか情報セキュリティの基本方針とかねホームページに書いてあると思いますはい決めてるんですね一応ねですのでこれサンプルこれも IPA さんのところにセキュリティアクションのところにサンプルありますので何を決めていくかとかねいうのがちゃんと項目で決まってますのでそれを参考にしてねやっていくといいと思います まあ基本はね、さっきもありました経営者の責任、だから経営者が何を宣言して、方針を決めて、どんなふうにやっていくのか、教育どうやってやっていくのか、セキュリティーの守る範囲をここまでにしようかとか、情報漏えいしたときにどうするんだみたいなことを決めていくことになりますので、ここもね、余力のある会社さんは、二つ星までぜひね、やっていただきたいかなと思いますし、これもね、一回決めてね、決めっぱなしだとダメなので、 1> 1年だったら見直してとかセキュリティね世の中進化攻撃の仕方も進化してきますからここら辺は見ながらね変えていってほしいかなというところですね。はいということで今回はねまあ小規模企業の皆さんに芸ようの方とかね一つ星あのやってみてね徹底してみてくださいと。 自己宣言してみてみくださいとなぜなら今後補助金とかでも必要になると思いますので,で宣言したからには守ってくださいねというところを皆さんの方から事業者の方に最低限伝えていただくこれが小規模企業者さんののセキュリティの第一歩にななるかなと思っておりますもちろんね言ったらじゃあ共有設定見直してどこ設定することとかですね <laughs> こういうあの話になってくると思います。まあ ここはね、しゃないですよ、ね、まあもうその設定の仕方が分かんなかったらそれはセキュリティの会社さんとか IT の会社さんにご連絡して設定の見直しとかをお金で解決していただくしかないしでそのお金かかるのが何だなという方に対しては今年なら IT 導入補助金セキュリティ枠がありますよということでちょっとでも足しにしてくださいという形で活用していただくのもいいんじゃないかなと思っております。 とということで今日みたいな動画とかね、今日お話しした内容も既にね記事として、IT プラットフォーム、ここからアプリの方にも掲載しておりますので、ですねぜひそちらのサイトの方もね見ていただいて、ご参考にしていただいて、この動画を支援者さんから企業さんに見せていただくもよしですし、記事の方を、ね、印刷して渡してあげるとかでも構いませんので、セキュリティ対策ね、ねちょっとでも高める意識をね皆さんに伝えていただきたいかなと思います。 はいということで今日はここまでとしたいと思いますどうもご清聴ありがとうございました